言いたいことはですね、今日たくさんあるんですけども、一つだけ聞きますね。あの2011年の3月に東日本大震災と、福島第一原発の大事故がありましたですね。あの2年後に坂本さんはこう言いました。福島の後に沈黙していることは野蛮だ。それに定まることを半世紀前ですけれども、半世紀以上前に哲学者のアドルノという人がですね、こう言いました。アウシュビッツ以降に詩を書くことは野蛮だ。去年ウクライナの侵略戦争があったときに、ウクライナの作家のですね、ユリ・アンドルホービッチという人が言いました。ブチャの後に文学に携わることは可能かどうかというふうに問いかけました。私はそれができるかどうかというのは分からない人間です。坂本龍一さんが人生の最後の最後に、東京都の小池知事にですね、手紙を書きました。死のわずか1ヶ月前ですよ。こう言いました。目の前の経済的利益のために先人が100年をかけて守り抜いた貴重な神宮の木々を犠牲にすべきではない。開発によって恩恵を被るのは一握りの富裕層にしか過ぎない。この木々を一度失ったら二度と取り返すことはできない。これらの木々を私たちの未来の子供たちへと手渡せるように現在進められている神宮外苑再開発計画を中断し計画を見直すべきです。慎んでお願いしたく存じますっていうふうに結んでるんですよ。僕は思いますけれども、そちらに言いますね。東京都の小池知事が今に至るまで、この手紙に対して何のまともな返答をしていないことは、私は不誠実で野蛮だと思います。